モーリス・シャバはフランスの画家である、象徴主義の画家とされる、なんとの商人の家に生まれた。父親はアマチュア画家で、父親は長兄に、父親の事業を継がせ、モーリス・シャバと弟のポール・シャバを連れて、パリに移り画家になる教育を受けさせた。兄弟は、パリの私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで、トニ・ロベール・フルーリー、ウィリアム・アドルフ・ブグロー、ギュスターブ・ブ・ブランジェ、 ジュール・ジョゼフ・ル・フェーブルといった美術教師たちから学んだ。モーリス・シャバは1885年にフランス芸術家展に初めて出展し、この展覧会には1913年まで出展した。同じ展覧会に出展された象徴主義の画家、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌの作品に影響を受けた。1890年から1907年の間、シャバは なんとの美術展にも出展した。ジョセファン・ペラダンの影響も受け、1892年から1897年の間は象徴派の展覧会、バラ十字サロンにも出展した。1900年にパリ郊外のヌイーシュルセーヌに移り、シャバのスタジオは多くの芸術家が集まる場所となった。ここでシャバスは、象徴主義の詩人、モーリス・メーテル・リンクや、学者のルシアン・レビブリュールや、 ルネゲノンラと交流した。1915年に、ベルギーの女性画家、カステロと恋愛関係となり、画家になる、ジェルメーヌ・シャントード・シャバズが生まれた。1923年に、アルベール・ベナール、ベシー・デイビットソン、アントワーヌ・ブール・デルラと、新しい美術団体、サロン・デ・チュイルリー、サロン・デ・チュルイリーの創立会員となった。サロン・ド・オトンヌやアメリカで開かれた。 カーネギー国際美術展にも出展した。ありがとうございます。